はい、こんにちは。本日はですね、ホンダ除雪機、その中でも、ハイブリッド除雪機と呼ばれる除雪機ですね、こちらの方のちょっとあまり知られていない機能ですね、こちらの方をご紹介したいと思います。今ですね、ちょうど走行してきたと思うんですけども、実はエンジンがかかっていませんでした。このハイブリッド除雪機というのは、実はエンジンをかけなくても走行するというモードが実は搭載されています。ちょっとね、あまりね、知られていない機能なんですけども、本日はね、そのバッテリー走行モードというですね、モードですね、こちらの方をちょっと詳しく解説していきたいと思います。実は説明書にもきちんと載っているんですけども、この機能を知っている方はちょっとあまりいらっしゃいません。結構ね、使いこなせば便利な機能になるんですけども、ちょっと注意点もございます。そうね、便利な機能 と、注意点などを今日はご紹介していきたいと思います。はい、ではそれでは、バッテリー走行モードへの入り方を、ホンダのハイブリッド除雪機 HSS1170i で説明してみたいと思います。はい、まずですね、バッテリー走行モードに入る前に確認していただきたいのが、こちらの走行レバー、これがニュートラルの位置にあることを確認してください。それではね、通常通りちょっと起動してみましょう。まず運転に合わせます。で、この時ね、こういう状態になると思うんですけども、この時は特にこの走行レバーを倒しても何も起きません。バッテリー走行モードに入るためには、このエンジンスイッチを運転の位置に合わせて、すぐにこの右旋回と左旋回のボタンを3秒間長押しします。ちょっとやってみましょう。はい、こちらの点滅している状態、これがバッテリー走行モードになります。はい、今点灯に変わったと思うんですけども、バッテリー走行モードは、すぐに解除されてしまうので、バッテリー走行モードに入ったらすぐにこちらの走行レバーと走行クラッチの方ですね、こちらの方を操作して、走行してください。何もしないでいるとすぐにこちらの表示になって走行モードが解除されてしまいますので注意が必要です。それではちょっと走らせてみます。まずエンジンスイッチを入れまして、こちらを長押し3秒間。はい、この状態になったら、このようにエンジンをかけてない状態でも本体を移動させることができます。何もしないと、はい、このようにバッテリー走行モードが解除されます。それでは次に、ホンダの、中型ハイブリッド機のバッテリー走行モードについて説明したいと思います。先ほどの、小型ハイブリッド除雪機 1170i ですね、あちらと違う点は、ここにあった、右と左に旋回するボタンがあったと思うんですけども、中型ハイブリッド機はボタンではなくて、こちらの旋回レバーとなっております。こちらの方をエンジンスイッチを入れたら3秒間握るとバッテリー走行モードに移行します。それではやってみたいと思います。まず操作レバーがニュートラルであることを確認してください。そしてエンジンスイッチを入れて旋回レバーを3秒間握ります。はい、こちらですね、こちらの点滅している間がバッテリー走行モードになります。このように何も操作がないとすぐにバッテリー走行モードは解除されます。バッテリー走行モードに移行したらすぐに操作をしてあげましょう。このようにエンジンがかかっていなくても除雪機を移動させることができます。
そして何も操作をしないとこのように自動的にバッテリー走行モードが解除されます。はい、というわけで本日は、除雪機の、エンジンをかけないで走行させる方法ですね、こちらの方をご紹介しました。バッテリー走行モードなんですけども、一つ注意点がございます。普通あのバッテリーというのはあのエンジンをかけているときにこう発電されて常にこう充電させながら使われるものなんですね。でバッテリー走行モードの場合は当然エンジンがかかっていませんのでバッテリーがどんどん消費されていきます。で最悪あまりバッテリー走行モードで長時間ですねこう走らせてしまうとバッテリーがどん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 なくなって最終的にはバッテリーがなくなってしまいます。でハイブリッド除雪機、実はですねリコイルスタートっていうのがついてません。リコイルスタートというのはこうよくあるこう紐を引いてエンジンをかけるものですね。そちらがついていないので、セルスタートのみでエンジンを始動させることができます。ただ先ほど も説明しました通りバッテリーがなくなってしまうとセルを回す電力もなくなってしまいます。そうすると、要はエンジンをかけられない、バッテリーが充電されない、そもそもバッテリーがないとエンジンがかからないということになって、走行不能になります。なのでですね、バッテリー走行モードを使うのはメーカー側の規定です と、3分以内ということになっています。なので例えば、最終的にこの機体をですね、ガレージの中にしまったりとかあと途中でガソリンがなくなってエンジンがどうしてもかからなくなって除雪機自体を移動できなくなってしまった、そういう時にですね、そういうのを想定とされてあの作られた機構になりますので、あまりですねバッテリー走行だけで長時間ですねこう除雪機を走行させるのはとても危険なのでそこだけはご注意ください。それをねあのちゃんと理解して使っていただく上ではすごい便利な機能だと思いますのでぜひねそこはねうまくご利用いただければと思います。それでは本日はねバッテリー走行の、説明とあとですねエンジンをかけなくても除雪機を移動させられる方法のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。